59式戦車、59式戦車、59式戦車、WZ-120 は、中華人民共和国の抽選車であり、ソビエト連邦の技術指導の下、1959年にライセンス生産された T-54 である。1980年代半ばまでに1万両以上が生産され、現在でも、 数多くの回収が行われながら5000両近くが中国人民解放軍で現役にあり、すべての中国戦車の基礎である。旧式化に伴い96式戦車や99式戦車との交代が進められている。1949年の中華人民共和国建国の時点で中国人民解放軍は375両の戦車を保有していたが、それらは 旧日本軍の95式系戦車や97式、97式改め中戦車などの日本製戦車、第二次国境内戦での国民政府軍から捕獲した M4 中戦車や M3 系戦車などのアメリカ製戦車であり、その多くが旧式化していた。当時の中国では中華民国時代を通じて戦車の国産化は行われておらず、すべての戦車は、 外国からの輸入に頼っていた状況であった。その後のアメリカとソビート連邦の間で対立が深まり、世界を二分する冷戦体制となると、国防工業の設立と兵器の自給体制の確立が早急に求められることになり、社会主義諸国の名手であるソビート連邦の全面的な支援を要請することで、1950年代から T-34。34 85中戦車、イズ -20 戦車、SU-76ISU-152、SU-100 各自走砲などの走行戦闘車両が供与され、従来の雑多な旧式車両の更新を行うとともに、人材の育成も行われた。これにより、本格的な走行部隊の編成が行えるようになった。その後、 中国は戦車の自給体制の確立を目指すこととなり、1952年の中国共産党中央軍事委員会平行委員会において、関羽平行建設問題的報告が作成され、国防産業建設に関する5カ年計画が提示された。その中には戦車と戦車のエンジンの国産化の計画も立案されており、1953年にはソビエト連邦が 中国の経済建設に関する広範な支援を、こう、関羽卒乱ね政府援助中国政府発展中国国民経済的協定が締結され、その中に、戦車、エンジン、砲弾、光学照準装置など、戦車生産に必要とされる各種工業の施設の建設も含まれていた。当時の中国の工業地帯は、東北部と沿海部にあったものの、 会場からの攻撃を受けやすく国防上のリスクを抱えているので、ソ連やモンゴル人民共和国に近く、その援助を受けやすい内陸部の内モンゴル自治区のパオ同市に製鉄工場を中心とした機械製造業、科学産業、産業研究施設などを配置した総合コンビナートが建設された。これは内陸部に 総力戦を支える重工業基地を建設することを最大の目的としていたが、内陸部の資源地帯と産業をリンクさせて、効率的に重工業を発展させて、経済的に立ち遅れた内陸部の振興の核となることも期待されていた。その中に、戦車製造工場の第617工場があり、 工場建設と並行して、1955年11月には T-54A の実物が中国に供給されてを、1956年には T-54A 戦車のライセンス生産権が中国に譲渡され、設計図や生産に必要な各種資料が引き渡された。エンジンの生産は、交差の多いうモンゴルの環境が適してないことから、山小、トランスミッションや、 高角標準装置等の精密部品の生産は、上海でされることになり、ソ連の技術者の支援を受けながら、他の各地の工場でも部品が生産され、これらは第617工場に送られた後に、最終的な組み立てが行われた。当初は、 第617工場にてソ連から供与された部品を組み立てるノックダウン生産で1958年から生産が始まったが、その後に国産化された部品の使用率を次第に高めていき、1961年までに高塔、装甲板、戦車砲、弾薬も国産化できるようになったが、 照準装置や夜間暗視装置などの精密機器や装甲板の生産に必要なニッケル等のレアメタルに関しては中国とソ連の路線対立が深刻化する1964年頃まではソ連からの輸入に頼っていた。59式戦車は T-54A と同じく車体は溶接後半、砲塔は鋳造後半で製造されている。 操縦席上部のハッチに2機のペリスコープが設置されており、そのうちの1機には夜間操縦用に赤外線暗視装置が標準装備されている T-54A で標準装備されるようになった社長や報酬用暗視装置は搭載されなかったため、夜間戦闘は非常に困難である。砲塔の旋回は電気モーターを使用しており、 砲塔の最大旋回速度は毎秒10度である。砲塔上部の装填主要ハッチの手前に換気用ベンチレーターのドーム型カバーが設けられ、これは88式戦車まで引き継がれる中国戦車の特徴の一つとなっており、操縦手座席の直後にある車体底部には脱出口が設けられている。装甲の厚さに関してはオリジナルの T-54A と同じである。 T-54 のコピーからスタートしたこともあり、当初は D-10TG をコピーした59式56、合計 100mm ライフル砲を搭載していたが、59、通式以降は、オーストリアから供与されたモデルをベースに、ラセンス生産を始めた、NATO の標準規格である、イギリス製、L7 系 105mm ライフル砲を採用。近年では、 さらに強力な 120mm 格好砲を搭載するモデルも登場している。副武装も T-54 の DSHKM12.7mm 重機関銃をコピーした54式 12.7mm 機関銃を社長キューポラに SGM7.62mm 重機関銃をコピーした59式 7.62mm 機関銃を主砲同軸に 各一丁を装備する1963年から本格的な生産が始まりその後も数多くの改良を重ねつつ、総生産数はおよそ1万両。うち6000両が中国人民解放軍陸軍に配備されたとされる。59式戦車は以後中華人民共和国で開発される戦車の母体となり、これに 中祖国境紛争時に捕獲した T-62 戦車や独自のルートで入手した T-72 戦車の技術を盛り込み独自の発展を遂げた。59式戦車が最初に実戦に参加したのは1965年に起きた第二次インパ戦争でパキスタン陸軍の59式戦車がインド陸軍の T-54、55やビジャンタ。 ビッカーズマーク、愛のライセンス生産型と対決したが、防御能力の低さから、弾薬や燃料が誘爆する車両が続出した。その後、1979年の中越戦争では、人民解放軍とベトナム陸軍の双方が59式戦車を使用し、山岳地域では、機動性に劣り苦戦したが、やはり双方が使用した62式系戦車に、対しては、 有意な立場にあった。1980年のイラン・イラク戦争では、イラン陸軍とイラク陸軍の双方が69式戦車ともに、59式戦車を使用した。また、1989年の64、天安門事件の鎮圧にも運用されて、無名の反逆者で、世界的にも有名になった。しかし、1991年の湾岸戦争では、 イラク陸軍の59式戦車が T-54、55、62、72、69式戦車などとともにアメリカ陸軍の M1 エブラムスに対して一方的な大敗北を起死した。1997年の第2次スーダン内戦ではスーダン政府軍第1次コンゴ戦争ではザイールの大統領特殊次第が反政府勢力に使用していた。 近年では人民解放軍に未だ配備されている59式戦車の近代化改修やすでに各国に輸出した59式戦車の改修パッケージの売り込みが熱心に行われている。近代改修モデルでは箱型のエラ爆発反応装甲や 105mm 戦車砲や 120mm、125mm 格好砲も追加され延命を図っており、その内容も 現在主流となっている、NATO 軍企画に合わせた内容をとっている。中華人民共和国では、最新鋭の96式戦車や99式戦車への更新が遅れていることもあり、今後しばらくは主に支援戦車として現役に止まる予定である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。